ポット。七色玉やったんだけど、ちょっと、降りる羽目になってしまった。思いっきりなんかメッセージ書いてますが、うん、ああ、木を倒すって出ました。おお。倒しまーす。倒されてしまうんだろうか、俺が。ドギャーン。建物に。当たりまーす。あ、こっち大丈夫？あ、まず初等化じゃない？多分確認する。ああ、はいはいはい。多分これでエレベーター起動してさっきの絵描きさんのとこ出ると思うんだ。うん。きっと。ちょっと待って、この周り。うん。ああ、ダメだわ。じゃあちょっと。あれ？なるほど。まあ乗っちゃう的な。え？暗っ。ああ、はい。乗りまーす。はい。はい、正解。はい、到着。あ、絵描きさん、まだいる。まだいる。セリフ変わんないかな。大丈夫。私、あそこで絵を描くの。いや、俺ね。うん。ちょっとエスト的なものが結構ギリ用なんですよ。俺も空ですわ。一回帰るか、君。そうだね。うん、では。ちょっとね、先にこっちを使っちまった。深っ。あー渡れる。こっちからか。え？いや、あのね、多分こっちもう行く必要ないと思うんだけど、一応ちょっとね、行ってないから行った方がいいかもね。うん、あ、で、あそこに1個アイテムあるんだ。うん、そういうことされれば俺もいいわ。厳しいのよな。さあ、この人はどう落ちそうだけどね。うわあ、引かれた。ちょっとなんかあんまり遅いよね。肩周り。ちょっと使いどころがまだわからないっすな。ここはもう終わりかな。戻るか。お。ああ、いるなぁ。さあ、使おう。大して減ってないんだから。あのね、打率5割ぐらい。5割当たってあれしか減ってないの。死ぬしよ。使えねえ。慣れねえも使わねえ方やんでねえか。まだあの共感もしてないしね、しょうがないってしょうがない。うん。ああいる。ああで金のとこ来ちゃった。あ、戻ってきたのじゃあ。え？新しい金？じゃあやっぱりあのあれ？さっきのオノマンの。このまま、ああ、なんかあそこに洞窟ある。いやーまたやっちまった、バカ。俺のバカ。俺も落ちてるんだが。俺のバカ。あ、でも大丈夫なんだが。あ、でも危ないんだが。もうするですよ、するですよ。あ、そして取ってないアイテム発見。え？あったな。秀夫の装備。ブブッ！ディアー、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 ディアー。同じ、その崩れるとこに、同じがハマってあーっていうのやめねえかそろそろ。うん、俺はなってないけどね。でも俺もズルって落ちたんだけど、完全なる初見のリアクションだったけどね。うん、だからこっち行けばダメよ。右はダメね。はい、なんとすればいいのこれ。だからなんだこっち。そうそうそう、金の方ね。あっブーじゃなくて、あ、危ない、来てる。ブー誰だよ、ブワーっつったの。まだ来る。どっからどっから大地の光が来てんの。痛い。
あのね、囲まれてます。金のところにいるよ、まだ俺。あそこどうやって行くんだっけ。どこどこ。いや、だからその、あの、オノマンとヤギマン。お、お、危ない、後ろ。オオカミとかいっぱいいたところ、崖沿いからか、うん、行けないんだけど、それどうやって行くの。まあ、逃げてることにより後ろに大量に引き連れてるけどそれはそれで、いってぇ、こっちか左か。巻いたか。うん。で、こっちっぽくない？あ？なんか狼いたの、こっちっぽくない？あ、いたいたいた。二人っていうか二匹一緒に。ここに来ちゃうのそれ。何それ。あ、ひでくね。痛い。どこに行った？もう狼の交戦中。上ね。はい。ああもう一匹来てる。その後ろも来てる。はいよ。きついな。危ない、そこ。おお、ひでえな。こっちだ、こっち。こいつらやっつけねばね。ああ、ヘッドショット。あ、間違った。バーバーこれや。あれ来ないな。ヘッショ。あら、当たっちゃった。やべ。あ、来てる。あれ、うえ、オッケー。あれ、あー、しまった。痛い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 。ほっ、エストなーし。すごい危ない。ひでえなこれ。ちょっと待って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 、出られませんけど、出られませんけど。やばい、俺ミリですわ。ちょっと、いやー、その爆発無理だって。死ぬ。うぅ、オッケー、倒した。青波で発動中、青波で発動中。ちょ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 、奇跡奇跡。あそこ危ない危ない、そこ危ない。影影影。ああ。どっから撃ってんのよあいつか。死ぬ死ぬ死ぬ。これ四角で、四角で。もう一丁。あ、うん、あ、なんなのよこれ、ひでえな。どっから来てんのこれ、すごいな。うわ腹立つ。もうあそこ落ちたらもう倒さなきゃダメなんだ。うん、あの広いとこにいるやつでしょ。お、ウォーキャン、ウォーキャン、ウォーキャン、
おお。あ。ええどうだ。さよし。今度こそ。あらー、そういうこと？弊社。俺後ろのやつやろう。あ、来てるよ。はい。俺の方来た。はいはい。俺の方向いてる。甘い。ああ君背中でかすぎて俺の画面いっぱい君になってる、ちょっとその今の振り返り方はないんじゃないかな。ああ大地の怒り支援がなければお前なんかただのデクなんだ。危ない。今ね落ちるかなって感じでした。ここ落ちそうだな。えこっち来る。あ違う。え、どうなってる？どうなってる？俺もなんか見えない見えない。いや、やってますけど。危な。大がけら。うん。じゃあ、ユミマン。回復処方。まずい、ユミバリピュッ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 ってが。反省しなさいそこで。あ落ちた。もう我々も落ちざるを得ないのかこれは。かな。そして下降りたところに、あああれ、おお。頑張ってらっしゃる。落ちるねとかこの人。打っちゃおうかな。シューシューシュー。ああ。それがお前の大地の怒りか。わあ。安全なところからこうやってね、スープスーッとやるわけよ。俺はすんげえいっぱい刺さってるよ。弁慶、お前は弁慶と名付けよう。大がけら祭り。はこれこのなんか洞窟っぽくね。これほらこれまた木を切り倒す。これまた切り倒す。ああ、ショートカットだな。あ、ちょっとこっち行ってみていい？うんうんうん。え、新たな、これさっきのあの、うん、あーだからここで見えてたんだねこいつね。前回ここまで来てあのね引き返したんだ。なんもないなっつって。そう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 。だこう言って、なるほどなるほど。ちょっとルートをね。あ、わかった。この人この上から高いところから下に向かって大地の怒りやってたんだ。違う、その人ではないよ。あ、違う。大地の怒りやってるのは。その人はね、多分俺らが落ちた段階で下に降りてくる人だから。なんとなく分かってんの分かってねえような。よし。わあ、え、建物、え、建物になります。ああ、なんかなんでしょうこれ。ボス臭いんですかね。どうですかね。こんなところに。ああ、違う、虫がすくっぽい。虫がすくっとおりますわ。あら、ほんとだ。なんか広いっすよ、すげく。で、なんかその上、天井の上、なんか もわーっとこの。す？ああ、ここをプスッとやればなんか、うわーっと落ちてきそう。やっちゃった。いやー、汚い。これなんだ？ショコじゃないな。飛んでくんじゃないよ。いっぱい飛んできたっす。はいはい。これ俺の出番じゃないかな。シュッと。ちょっと、いやー、食われた。ああ、食われた。うわー、汚い。ああ、これあれだ。あ、なんか。ウジ虫がついちゃうやつだ。あ
危なかった今、危なかった。汚い。これはこれ、これじゃねえな、これじゃない。うわぁ、ハエが棺。なんだったんだろうね、この建物。なんかアイテムがあるな。釣りか。レンガ壁。うわ、広。なにこれ、広。広いな。うん。なんだこれ。向こうに虫がいますな。ファーン。ボワボワーン。ファファーン。来た。あのね、メッセージで分かりました。まあでも叩いてたでしょ、俺が。多分。ああ、下を。ちょっと、いや、行ってみるか。俺的にはフロアを探索しきってから行きたい感じはあるけど。ちょっと待ってよ。なんかいるな。いっぱいいる。これあれかな、なんかこの先罠があって、下になんか落とし穴で落ちた場合ここにたどり着く的な。なるほど。場所じゃね、なんか。うわー、いっぱいいますけども。壁、壁、ふわーん、ふわーん。虫退治は任せるわ。いや、ミリ残るんだよな。うわわわ、汚い汚い、やめたまえ。いっぺいるな。すごいな、まさにプレステ4のなんか技術力。今の間を説明していただきましょう。なんと言ったらいい。俺の予想ではね、うん、多分ね。ああ、まだ食われた。危ないよっと食われてるけども、もはや。いてててて。多分ね、数の暴力って言いかけでやめたんだ。いやいやいや、それはない。うわー、そんなに飛ぶの、牛。ちょっと言い過ぎ。こりゃひでえわ。お、血の奇跡。ほう、血の奇跡なんて今まで。ああ、食われちゃった。あったっけ。あったよあったよ。え、血の奇跡。あー、あったよ。ブラッドボーン的な。あのさ、このハエみたいな虫さ、手で攻撃するのはいかがなものかと思うんだけど。顎じゃない、顎っていうか、その口じゃないのか。あ、なんかレバーありますよ。あるね。うわ、いやー、ちょっと飛びすぎそれ。ブシャー。あらー、ちょっとハンドルを回す。はい。なんとなるこれ。あ、え、あ、ムービー、まさかの。嘘。え、ベルゼバブ来ちゃうわ。うわぁ、それ系。上から天井崩れて。あ、ええ、あれ、この下なの。やっちまったか。あれ、これエレミアス絵画世界みたい。あの地下のレバーを動かすと地上のあの、ああ、そうだね。くるっと回転して開いたよ。ほんとだ。プリシラエの道が。そうだね。うん。回ったわ。ガゴーン。で、そっちの方向いた方が開くんだっけ。お、さあ、サイダーみたいに動いてる。隠し階段か。え。すごい下がる。あ、下ね。へえ。やはり灰は火を求めるのですね。ちょっと急に硬直開幕。いや、でも今の声さ、ちょっとロスリックに似てたな。そうか、違うかな。俺はそうは思わないな。
いいんじゃねえの。いいよ。あ、ヴィルヘルムの装備意識。わあ。ここで行ったか。じゃあヴィルヘルムは虫だった。いや、虫にやられたんじゃないの。ああ、やっぱり。それからやられた、なんかにやられた後ここに捨てられて虫の餌食だって。ウェポンアズリスクと出まして、私ちょっと修理してなかったっていう。ボワーン、殿下の方。おお、ボワンでした。お主、これは今、いや一応な、今メッセージあるけど、うん、普通にでも怪しいと思ってなかった。俺の方にはないし、俺も今叩こうとしてた。